さあ、いくらちゃん、はい、爆安もね、雨が降ってきてますよ。ほらほら来ましたね、今日ついに、はい、雨が降ってきてるんですけども、ね、平気なんです。なぜかというと、ほら、はい、ここにね、屋根付きの屋根があるんでね、まあ、そんなわけですね、はい、またですね、いくらちゃんがですね、はい、これは珍しいと。珍しいです。ちょっと教えてください、これ。1965年から66年だと思うんですよね、はい、この建物は、はい、AMC のアンバサダー。名前が行々しいですね。アンバサダー。アンバサダーね。アンバサダー、ね、アンバサダーのところはディズニーランドしか聞いたことないですよね。アンバサダーね。あれですか。これってなんか建物ってさ、はい、あの昔の日産のね、グロイヤー。アメ車のこの建物の時期って、うん、キャデラックとかもそうなんですけど、うん、65年、67年しかないんですよ。こういう建物で7年になるとちょっとまた違う建物なんですけど、うん、だから僕建物のグロリア大好きで、うん、ステーションワゴンもセダンもセダン3台だったんですよ。かっこいいですね、はい、ちょっとポンティアックのデザインパクったのかなみたいなのから、うん、今日見て思ったんですよ、うん、もう前もそうなんですけど、もうテールがフィンスの時代ですね、はい、そうです。あの日産じゃないですね、日産になる前の建物の、はい、だから43年44年ぐらいの同じテールしてました。ちょっと見てみましょうか。これ横のこのライオンも、はい、横がもうほら縦黒だな。俺さっき縦黒かと思ったんですよ、後ろ見た時に。かっこいいよね。まんまですよね。スポーツなんかでこれオリジナルですか。フルオリジナルですね。すごいんですよ、内装も多分張り替えてないと思うんですよね。初期型の縦黒のテールとクリソツです、この入り方が。色もいいし、色もいいよね、はい、でモール関係が欠品が一個もなくて、うん、なんかほとんどノークラッシュ。こんなになってるの、ね、キャップがね、キャップがこんなになってるんだ。でもこれなんか変えてありそうだから、うん、あるんですね、これね。もともとはこうじゃなくて普通のやつ。いや、多分これがオリジナルだと思うんですけど、オリジナルよ。もしかしたら違うかもしれない。そうだね。でもすごいいいですね。ね、造形がね、はい、だからもうほんと鉄とガラスの芸術品みたいな。ちょっとあのね、あのそれこそメーターバーレン、ちょっと説明してください、はい、これは僕ね、面白いのはマニュアルなんですよ。オートモードないんですよ。でもクラッチも全然重くないね。マニュアル3速ですね。エンジンもすごい熱いですよ。ほらすごい調子いいよね。エアコンもクーラーですね。クーラーついてるし、これは日本付けだね。これおそらく日本付けだと思うんですよ。もうなんかそんな感じですよね。新しいの全然使えますよ。あ、本当に寒いくらいじゃん、ね、で、ここになんかちょっとクラシックなラジオとかね、いいですね。そうですね、いいですね。もともとはそうだったんですけど、多分オプションだからついてないんですよね。つけなかったんだね。つけなかったんですよ。これでも僕、AMC のアンバサダーなんて海外も含めて初めて見ますよ。初めて。多分これ1台じゃない日本に。多分ないですね。日本に1台、おそらく日本に1台だから。AMC とかのマニアがアメリカでもそれ絶対こういうののクラブがあるから、うん、そういうとこのような人が持ってた車じゃないですか。多分一回も張り替えてないと思うんですよ、こういうとこ。でなぜかっていうと AMC のアンバサダーのリペアキットなんか出てないですから、絶対に。いや、もったいないのはこの一箇所だけ運転席のここ ね, ね、これね、人はいいよね、はい、これがなんか乗っかっちゃうっていうのはここがやっぱり擦れちゃってるんですよね。でも多分そのこれそんなにもともと距離乗られてる車じゃないんだけど、うん、と思うんですけど、あるんだな。でもそうなんですよ、これなんか手入れるとなんかやっぱビニールこれ貼ってあります。破けてんだ、はい、だからこれの多分ここのところ破けてんだ。アメリカだから何かしら似たようなのはこれだけにしか使ってないってことないから、うん、あると思うんですけど、インパラとかのだったらキットが出てるん で,、うん、でそれに布も探せるんで、うん、それだったらもう全部この同じようなこういう色の色目があるんですよ。あ、これで全部4脚クラシックっぽく、オリジナルじゃなくなっちゃうけど張り替える感じですね。そっちの方がいい、フルっぽく、そっちの方がいいと思います。ちょっと足りないですよね。ここだけはダメだよね。ここだけはね、多分ね、パーツが出ないと思うんですよ。出ないで、ね、生地が。でもこんだけ程度でしょ、ハンドルも割れてないし、大体割れちゃうんですよ。今言われたね、シートをクラシックな感じにすると、いくらぐらいするの、はいはい、ああ、だろうな、なんともう、本当だったらこれ、アメリカにあるときに向こうでやってきちゃえば、4000ドルもしないでできると思うんですよね。日本でやったら、材料を取って、外して、シート屋さんにやったら、やっぱり100万円コースだと思います。100万円コース、うん、だと思います。今ちょっとね、エンチャントですね、鈴木さんがね、はい、顔がキスってましたけど、まず、じゃあ、鈴木さん、はい、これ改めて紹介してください、この車。1966年、はい、ワンオーナー、AMC のアンバサダーですね。で、国内ではワンオーナーのことで、はい、あ、幅が狭い。
そうですね、意外とだから大きくないなと思って、ね、縦黒よりはまあもちろん大きいですけど、長さも長く、そんなになんかそうですね、クラウンとセンチェリーとか、うん、あんな感じかな。コラムって珍しくないですか。コラムは、まあこの時代のほとんどコラムなんですけど、マニュアルが ね、 そうだよね、あえてマニュアルで乗ってたんですね。でエンジンが V8 じゃなくて、ストレート6っていう直6、232って書いてあるよね。3700cc ぐらいですね。62000キロということなんですけども、はい、おそらくオリジナルマイレージじゃないから、これ多分ボディもオリジナルペイントだよね、これね。一回もなんか品がいい、品がいいよね、この色。いいですよね。もっと行々しいのいっぱいあるわけじゃないですか。アメ車、アメ車、アメ車のなんかね。そう、僕はそういうのね、こういう方が好きですよ、ね、やっぱり。行々しいのね、内装もさ、もっと金ピカ、いかにもね。そうそう、あれとは違って意外とさらっとしてるよね、うん。これだったら普通に今乗っててもなんか街に溶けるっていうか。そうなんだよ。品がいいですよね。目立たないぐらいのさ、こういうのがいいんですよね、やっぱね。ね、だからもうほらイクラちゃんみたいにさ、見回りぐらいで、そうですね。アメ車にしてるから、もうこういうなんか新鮮ですよ。そうなんだ。うん、ただ今は赤いボルボだと思うんですよね。今の時代は、ダメですよ。なんかね、なんかその赤いボルボの横になんかこれなんか、ね、なんか邪念がいいですか。40代のなんか髪の長い人がなんか怪しいから。そんなことないですか。そんなことありません。すごいいいですか。エンジンもさっき見せてもらったらすごい。あ、ちょっとエンジン見せてください。でちゃんとあのパワーブレーキに変えてあって、はい、でエアコンついて、でこのストレート6って多分これが多分あれですよね、うん、日産とかのあの、うん、ね、あの L 型になっていく原型だと思うんですけど、まあ、ベンツなんかもそうだよ ね、 いいエンジンですよね、直6って。でこれのおそらく多分これ程度いいからだけど、インジェクションキットが出てるんですよ、直6用のストレート6の。だからそれつけたらもっともっと快適になるんですよ。多分これも全然快適でしょうけど、だこの車をなんかさ、いくらちゃんに俺は預けたいよね。これ多分ね、爆安ね、くれると思うんですよね、多分こんだけ競馬くれるんだ。くれると思います、やっぱり、うん、くれて、はい、あれどっか行っちゃった、あ、いたいたいた、ね、爆安がくれて、くれてで、三段イクラちゃんが乗り回して、はい、であもうかっこよくしてもらって、はい、またここに戻して、そうですね、でちょっと高く売れますからね。プレミアムがついてね、2週間ぐらいで戻してもらえればわかりました。いい車ですよ。いいですか、うん、やるとこないもんね、はい、今現在やるとこない。シートだけですね。シートだけ、残念なのはアイスクリーム柄とかだもんねとりあえずね、なんかね、全然違うもの。そうだ、ここだけミッキーとかさ、うん、そうですね、ここだけこんな感じで真っ赤、ここそうそう、なんかそれだから、どうせならね、そうそう、もうだから全く違うものを、ね、ふざけてる、この人はふざけてんだって、うん、そっちの方がいいですね。なんかね、うん、こんなのよりいいですよね。そうそう、これはちょっとあれだから、ね、100万円もかけないんだったら、うん、俺だったらなんかそういうふうになんかね、自分でね、自分でやってちょっと考えますね。なんか花柄にするとかさ、そうですね、シートだ、あの運転席だけね。そうそう。さあ鈴木さん、はい、真ん中へどうぞ。あ、そうね、真ん中へってこっちみたいね。はい、鈴木の時代なんですけどね、はい、あの AKB ではセンターですから。センターですね。お値段なんですけども、はい、これは今ね、これいつ頃来たんですか。まだ掲載まだ全然ないです。掲載まだってことはね、はい、ついたばっかりないんだ、はい、仕上げ途中です。そうか、でも仕上げる、仕上げるないでしょうね。ボディだけちょっと磨いてやればね、磨いたり清掃して、ね、エンジンとかバッチリだもんね。さあ、はい、これでしょうか。店頭まだ出てないんですけど、はい、一応販売予定価格が330万。いいんじゃないですかね。どうですか。いや、妥当というか安いと思うんですよ。多分人気車種じゃないからアメリカとかでも値段が高くはないと思うんだけど、でもいや絶対にこの程度だったらもう今60年代の車で安い車もないんで、だからそれを買ってきて日本に持ってくるだけで100万円ぐらい今かかりますから、船賃とか。だからそして車検取ったりの中で考えたら、まあ、こんだけやってありますから、もうだから330って俺は安いと思いますよね、うん、絶対いい、良心的仕立てやったんですよね。円安だしね、うん、これだけアメ車乗ってきた僕が、うん、もうこれはあの大丈夫、これ大丈夫、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 難しいんですけど、どうも、はい、でも330って言ってるでしょ。そうですよね。そんなこと言ったってやっぱ爆安っていう名前が爆安ですもんだけど、ちょい安じゃないですよ、爆安ですもん。え、爆安ってさあ、クリスマス300で乗り出し330万円が、配信1週間限定、320万ジャストで、あ、待ってください。もう一回欲しいよね。ちょっと、ところは勘弁してください。
あ、そう。お前、じゃあ、ええか。安いと思う。いいですか。はい。まあ、今はね、赤でゴルフを。はい。安いドレンクたちが忖度されてる。わかりました。褒めちぎって。はい。それですね。さあ、320で配信限定。配信1週間限定、はい。お願いいたします。ペリー伊藤のお笑いバックドロップ登録お願いします。よろしく。